要推进主线剧情了，推进了他就不能编队了。旅立つ前に聞いておきたい。君たちはなぜ共にいる？行きがかり上仕方なくってやつだ。それに問答無用で襲われるからな。今はなんとなくとしか言えないのかも。本当にそうか？そのようには見えないがな。ただこれだけは言える。俺たちは敵同士だったけれど、今を生きようとする思いは一緒だった。ウロボロスとなったことでそれに気づけたんだ。思いが一緒なら共にいる理由としては十分さ。そうか。誰もが好き好んで戦っているわけじゃない。ランツは仕方なくと言った。そう、今は誰もが仕方なくだ。そんなものはない方がいいに決まっている。仕方なくで始まった君たちの旅が今思いによってつながっているのなら、それは誰もが望んでいる世界の姿なのかもしれないな。世界の姿。エセルの旅支度？私はこれよりキャッスルへと向かう。え？私はここの軍務長だ。本国に反旗を翻したのでない以上、報告の義務はある。エセル、それは。安心しろ、君たちのことは話さん。違うんだ、あの失政官はメビウスになった。もしかしたら。君が言っていた化け物のことなら承知している。ならなぜ？それがコロニーを治める者の責務だからな。死生観のことは事故で亡くなった後でもしておくさ。通信じゃダメなのか？死生観も命の日時計も失って通信というわけにもいくまい。物資の補給も受けなくてはならんしな。補給後に命の日時計が作られたらその時はその時だ。いいのかよ、それで。私たちのことは気にするな。君たちは君たちの望む道を進め、一期一会だ。エセル。ノア、これからの君たちに一つ忠告しておく。ん？執政官は君たちを抹殺しようとしていた。ならばこの先コロニーとの戦闘は避けられないだろう。いいか、可能な限り接触するな。ケベス、アグヌス、いずれのコロニーともだ。でもコロニー4のように日時計の縛りがなくなればみんな解放されるんじゃないんですか？皆が皆私のような考えではないということだ。このコロニーにだって状況を受け入れきれていないものは未だ多い。あ、それ以上に厄介なのは、他のコロニーには好んで戦いをする者だっているということだ。無思慮な同情心や船舶な正義感は必要ないということか。うん。ああ、その通りだ。君たちが関与することで関わった者の運命は大きく変わる。その重さ知ってからでは遅いかもしれん。挺好，提前给了忠告。我们仨把这种狗血的走向给堵死了。かかる火の粉は振り払わなければならない。希望狗血的走向被堵死。どうにもならない時は諦めろ。最善を考え、全力を尽くせ。実りある旅路になることを祈っている。一路之刃的剧情好就好在大家的智商都在线。虽然故事中二，但是智商都在线，还是比较这点上还是比较舒服的。私たちもあそこにいることができれば。
我不知道你们有没有感觉，就是这代的音乐好像没有二代的那个冲击性那么强。二代的音乐各个地方的都让人印象深刻，这代的好像冲击性没，也可能还没到吧。我还记得古拉的那个音乐一进场，哦，印象深刻。给我指条路呗，太好了，能指路。现在等级远超这里了。哈，这哟。思い過ごしであって欲しかったが、先客がいる。あの兵装、上位ランクのコロニーか。ウロボロスを撃ち取れ。そうはいくかってんだよ。最高のタイミングだ。电脑为什么不会主动放治疗技能啊？还得是我自己切过去手动放。ひねりのない戦術で身体能力を無駄遣い。それから判断力はあるのに諦めが悪い。情報通りでがっかりね。やはりコロニーイオタ、聞き覚えがあるな。でしょうね。軍務長ニーナのラツワンは有名だもの。滞在人が気安くニーナ様の名を呼ぶな。罪など犯していない。ではそれを立証できて。いや、していないことを証明するのは難しい。でも君が知っていることが全てじゃない。暗いな。いや、ニーナ様、セナ、行くよ。情報通りじゃなくて悪いな。
おのれ。やめなさい。小手調べとしては十分よ。せいぜい悪あがきをすることね。滞在人ウロボロス、その命もらい受けるわ。必ず。話に聞いた通りのバカ者ですね。おまけに無礼です。そうね、おかげで楽しい宴になりそう。君が知っていることが全てじゃないか。言ってくれるじゃない。なんとか巻いたみたいだな。ったく、何なんだあいつら。端的に言えば槍手のコロニーだ。野心的で美しくない戦いをする。なんだよ美しくない戦いって。効率よく戦闘査定を稼ぐの。それでこの前ついに白金にランクアップして、他のコロニーにも物資を分けてくれたり。すごいんだよね。物資を？なんでわざわざ？長い目で見て有利だからだと思う。貸しを作り友軍という手札を増やせば戦術の幅も広がる。そうして戦績を出せばさらに物資も獲得できるってことか。厄介すぎだろそれ。ああ、ニーナ自ら宣言していた通り必ずまた襲ってくるはずだ。反逆者を倒したら査定いっぱいもらえるから。ぶん殴って黙らすか。バカだろ、相手は白金だぞ。いずれにせよコロニーイオータの遊撃部隊は4つの隊で構成されている。警戒しても出くわす可能性の方が高い。対応を決めておくべきだ。なら戦力では向こうが有利だ。正面からやり合うのは避けよう。ただその遊撃部隊を撃破できれば向こうの戦力は落ちるだろうし、こっちが攻める隙も生まれる。ああ、その必要があればだけど。基本的には戦わないようにしようってことだね。その案賛成。僕も異論はない。つうか出くわさないことを祈るぜ。ジュアル、ずるい。どうしたのセナ。ゆうべずっと考えてたの。ランツたちばっかずるい。ずるいって？だってそうでしょ、インタリンクしても主導権はあっちだよ。私見てるだけだもん。ああ、そういうずるいね。ミオちゃんだって思わない？ずるいとは思わないけど。ああ、そこの動きは右じゃないとは思うかな。でしょでしょ。主導権握りたいの？もっと頑張りたいの。みんなの役に立ちたい。セナらしいね。大丈夫じゃないかな。守りたい思いだっけ？ノアが言ってたの？うん、それがある限り順番回ってくるよ。本当？きっと大丈夫。任された。やっぱ私だよな。任せて。俺が先行するよ。
すがにここを登るのは。だがエセルが言っていたのはこのルートで間違いない。ってことは進めってことだよね。はあ、よ。おエルデ、今はどこだ。お、コロニーの外は。そんなのは分かってる。やばいぞ、失勢感が下がってる。分かった、うまく言っといて。おい、うまくって。登れそうな場所を探してみよう。俺はこっちを見てみる。じゃあ私はこっち。わ、マジか。みんな下がれ。ウロボロス、覚悟。这代的音效好像不太好。危ないですもん、ぺっちゃんこになるとこだったですもん。あ、ごめん。分かってくれればいいですもん。ねえ、君もウロボロス？違うですもん、マナナはマナナですもん。よかった、ノポンとは戦いたくなくて。あ、僕はルディ、よろしくね。ん？よろしくお猫。知っている場合か。うわ、かかってこいよ。負けないからね、行くよ。まずは一発、一気に決める。相手が悪い。ゴア、かっこいいじゃねえか。自分を殺すぞ。待て、エアスラッシュ。物理攻撃できた相手にだよ。トリクリスショット。作戦通りだね、サヨウシの力が。こんなにやってやろうぜ。えワイドスローよ、いいんじゃないか。ランス、気合が入ってるな。エアスラッシュ。哎，怎么突然就死了？哈哈，関節パーツが焼け落ちてる。そこもベコベコだ。ねえ、もう一回。何をだよ。君たちの技だよ。こんな壊れ方初めてなんだ。今度はじっくり見ておかないと。見るまでもないもん。構造の爪が甘いもん。クドーリンが耐えきれなかったのが原因も。そっか、クドーリン。軽量型を強襲型に改良したせいか。可変制御が甘かったってことは。けど短期がけに走行強化は必須だし、旋回力を維持した重量分散をさせるなら。うん、君の言う通りだ。見ただけでわかるなんてすごいや。ねえ、先輩って呼んでいい？ノア。ところで君は？僕はルディ。コロニーパーティーでレウニスを作ってる。君たちをやっつけたらキャッスルから物資がたくさんもらえるって聞いたんだけど。負けちゃったから、もう敵じゃないよ。敵じゃないよじゃねえよ。何なんだよその軽さは。よ、軽いかな。本当にコロニーサーティのメカニックなのか。確かあそこの軍務長の名前も。ああ、それ僕。マジで。そんな驚かなくても。コロニーサーティの軍務長といえばケベス1のメカニックという話だが。一番かはわからないけど、レウニスのことは大好きだよ。神秘密又是个神秘密。ユゼット、どうかした？どうかしたのはお前だろ、無事か？レオニスの信号が途絶えて、今はどうなってる？ちょっと壊しちゃったんだ。大丈夫、すぐ帰るね。
人で帰れる？え？その、どうやって帰るつもりなのかなって。あ、大丈夫。コロニーまでそんなに遠くないし。落ちてるパーツや資材でパパッとレウニスを作ればいいんだ。一人で集められる？あ、一人じゃ無理かも。なんとなくそんな気はしてた。ふぅ、たく、しょうがねえな。ほら、さっさと必要なもん言え。手伝ってくれるの？なんかお前、放っとくと危なっかしいっつうか。ありがとう、大きい人。ランツだっての。ありがとう、ランツ。それじゃあ早速、パーツがありそうな場所を瞳に送るね。ここは？露覚したパーツを一時的に置いてるところ。全部はコロニーに入らないからね。なるほど。ものによってはこうして再利用しているわけか。キャッスルの支給品だけじゃ間に合わなくって、こだわるメカニックが多いし、パイロットのみんなも注文つけてくるし、他のコロニーのレウニスだって修理しなくちゃいけないしね。お仕事いっぱいで大変そうですもん。そうでもないよ。楽しくやれてる。うちのノポンたちは腕がいいし、副官もしっかりしてるから。で、僕は何しようとしてたんだっけ？パーツを探しに来たんだろ？そうだった。本体のパーツは、あ、これとかいい感じ。ルディってなんか軍務長っぽくねっていうか、すごいメカニックなんだろうけど、副官は苦労してそうだね。が近くにいるみたい。あ、いた。站到那个气的圈里面，不是一直站着？一直站着肯定要吃顺屁啊！你把仇恨转移给气完，气完转移仇恨转移完了就走就行了吗？你残血的时候怄气的时候站在气旁边没毛病。啊！ひどいですもん。ルディさん。僕のレウニスはいつもあんな風に。悪いけどよ、ぼさっとしてる暇はなさそうだぜ。え、どうしたの？多分私たちが反逆者だから。まとめて標的にされたんだ。えっ、やべえ、行くぞ。僕が相手になろう。何？ここ崩れろ。待て、ハンターリロード。僕が相手になろう。もう一度暴れしてやるか。出すぞよ。いいんじゃないか。いいぜ。そんなことない。待て、僕が相手になろう。ありがとう。待て、ワイドスラッシュ、パワースラッシュ。どいてもらおう。闇はすごい派手な戦いに。はい、ははだろ。もっと褒めてくれよな。うん、それにしてもこんなに壊れたレウニスが。戦いの後っていつもこう。はあ、悲しいよね。うん、悲しいし、すっごく直したくなる。お前な。僕ね、前に怪我して体も心も
ぽっきり折れちゃったことあって、その時師匠に。師匠？ああ、ノポンの言い方で、すごい人って意味なんだって。その師匠に言われたんだ。自分を味方につけろ、決して敵には回すなって。自分を味方に。うん、それからかな。壊れたレウニスを見ると、いろいろ思い出して、修理すれば動くんだ。この子たちにも自分を諦めてほしくない。優しいんだね。そんなんじゃないよ。メカニックはね、ちょっと壊れたくらいで諦めちゃダメなんだ。戦場に出るだけが戦いじゃないってね。そのガントレットは自分で作ったの？これ？師匠がくれたんだ。元気になったお祝い。気になる？もっと見たい？別に気にならないもん。照れなくてもいいのに。照れてないもん。とにかくルディはその師匠ってやつが好きなんだな。うん、すっごく厳しかったけど、僕の何倍もすごいメカニックなんだよ。その師匠とリク、どっちがすごいですもん？どうだろう。でも先輩の目は確かだって思う。いろいろお話ししたいな。技術の安売りはしてないもん。そっか、楽しみ。リクの話聞いてるもん。みんなありがとう。パーツも全部揃ったし、これでレウニスが作れるよ。ルディさん大丈夫ですもん？元気ないですもん。レウニスがあれば仲間を守れる。みんなが傷つかずに済むと思ってた。でも作って直したらそれでおしまいじゃないよね。あの子たちは命令されるまま戦って誰かを傷つける。そうさせているのは僕だ。一番みんなを傷つけているのは僕だったんだ。学过初中物理的话就知道不可能会有高功率与风扇的。是这个世界上除了超导体以外，一切的导体都会产热，而且功率越高，热量越大。电流的平方乘以电阻就是它的产热量。戦わない。レウニス。よくわかんねえけどさ、できないって決まったわけじゃないし、諦めたくないんだろ。電流越高，电阻越低，产热越高。そうだね。ランツの言う通りだよ。僕も命令されるままあの子を作ってちゃダメだ。ランツ、みんな。ありがとう。よし、すぐに完成させるからね。适用于纯发热电路。你这个说法就有问题，电路都是会发热的，欧姆定律嘛。这是定律，只要有电阻通电了，它必定都会发热。すごいな、こんな短時間で。けど、こんなちっちゃくて大丈夫なのか？うん。さすがに戦うのは無理だけど。ごく簡単な指示ならこなせるよ。今は僕を守るって機能だけを入れてある。それでいいと思うんだ、この子は。じゃあもう俺たちの手伝いは不要だな。そうだね、一人でも帰れるよ。おやおや、せっかく迎えに来て差し上げたというのに。司令官。ごきげんよう、ウロボロス諸君。安心なさい、あなた方に興味などありません。帰りが遅いと様子を見に来てみれば。最強のレウニスを作れと言ったでしょう。どれだけ時間を溶かすつもりです？ああ、
あの憎きアグヌスどもめ、蹂躙したくてたまらない。あの子のことだけど、僕は何度も言っているように、ゲームは勝つためにやるものです。一度でも後手に回ってごらんなさい。蹂躙されるのは私たちなのですよ。けど、他这个脸好像狒狒。タクヨ、お前はレウニスさえいじれてりゃいいんだろ。そう言ってたじゃねえか。听起来好像流氓。口を耐えする暇があるなら、手を動かしていただきたいものです。でないと、コロニーにいるお友達がどうなっても知りませんよ。おい、てめえ。さっきから聞いてりゃ。わかった。帰るよ。ルディ。大丈夫。もう迷わないから。最強のレウニスって大丈夫かな。あまりいい予感はしないな。実戦に投入されるのは阻止したい。それもあるけど、さっきのルディの気持ちを考えたら、あいつ迷わないって言ったよな。最強のレウニスを完成させるんじゃねえ。むしろ一人で壊すつもりも。なんだ、どうして勝手に。ルーディの後を追ってるもん。きっと守る指示に従ってるもん。ノア、俺たちも追いかけよう。三十号主任。我去倒点水喝。遅れた分きっちり巻き返すのです。できなければ分かっていますね。ゲーム再開まであまり猶予はないですよ。誰かを傷つけちゃう。安心して、辛い思いはさせないから。次に会うときはもっとすごいレウニスにしてあげるね。そういうことでしたか。このガキよ。種に交われば赤くなるというやつですか。失望しましたよ。ふむ、想定の半分ほどの仕上がりですが、この際仕方ないでしょう。何をするの。本来の役目を果たしてもらいます。が、その前にケアしなければねえ。なんです、このガラクタは。どきなさい。やめて、もういい。もういいよ、そんな風に守って欲しかったんじゃないんだ。
ワンダムさん。ランツ、どうして？礼ならあいつに言え。ここまで案内してくれたんだよ。道具不明が気をつけなさいよ。やめて、やめろ。私の命令に逆らう道具はゴミ、すべからく廃棄です。ゴミじゃない。レウニスはいつも僕の大事なものを守ってくれた。弱くて小さな僕にもできることがあるって。你为什么只是看着？哎呀，一个机器人嘛，他能修好的。だからメカニックになったんだ。こんな悲しいことのためじゃない。道具の感情などどうでもいい。反抗するならまとめて廃棄だ。やれるもんならやってみやがれ。見てあげます。おとなしく私の命令に従いなさい。嫌だ。戦いの道具なんかじゃない。ここだ。縛れろ。どんな相手に。まだやるはずだ。助かった。待て。無理も無理も返してあげる。待て待て。避けられるか。俺が俺の力だ。待て。怎么样？卡的准吧？道具など頼らずとも私が。ごめんね。何もできなかった。你还可以修好它呀。そうでもねえだろ。少なくとも。こいつはお前の望んだ生き方ができてたんじゃないか。そうだといいな。
助けてくれてありがとう。今度はもっと頑丈な体にするからね、メカトモ。メカトモ？名前だよ。必要でしょ、戦うための道具じゃなくて仲間で友達なんだから。みんなも本当にありがとう。これからはレウニスの修理だけじゃなくて本当の意味でみんなを守れるように僕にできることを頑張るよ。あ、けどそれだとみんなの命の日が。そのことだけど、コロニーサーティの命の日時計を壊さないか。コロニーのみんなはもちろん、レウニスたちも戦いから解放できる。そんなことできるの？ああ、全部がうまくいくことばかりじゃないだろうけど。そんなの今までだって同じだよ。今度はレウニスじゃなくて明日を作るってだけだから、ぜひお願い。よし、行くぞ。有一种打创界山的感觉。本当に壊れちゃった。おい、大丈夫か？待って、動かないで。貴重な素材が落ちてるかも。落ちてねっての。気分はどうだ？やっぱ落ち着かないか。やっぱってことはランツは落ち着かなかったんだ。そうは言ってねえ。大丈夫だよ。確かに視界は変わったけど迷わないって言ったでしょ。だな。うん。ねえ、よかったら僕にもみんなのやりたいことを手伝わせて。何かお礼がしたいんだ。もう本気で言ってるもん。本気の本気もです。心強いよ。ありがとう。頼りにしてるね。任せてよ。可以，解放的殖民地都可以回去，所以感觉后面会有很大的养成的坑。相談があるんだけど。没有，不是都是厨神，只有那一个是厨神，吃过就能知道做法，那厨子一个就够了。相談があるんだけど。
很闲没事做。没有跑腿做任务啊，这个 RPG 其实行业里面也做过一些尝试，但是呢，最终的效果都还是没有传统的好。何から話そうか。相談があるんだけど。さすがの連携だが、俺には通じない。あんたはまずい。全命ゼオ。剑盾圣骑士。感情任せの動きだな。特に効いて呆れるぞ。ふざけんじゃねえ。何の真似だ。それを言えた立場か。お前たちが。ねえ、あの人。ああ、仲間なんだ。この願いの仲間じゃない。裏切り者を仲間とは呼べない。ゼオ、聞けって。あたしたちは。残念だが、話ができる状況ではないらしい。ミオちゃん。
反逆者を捕らえろ。やるしかないのか。お前たち物理攻撃で行くぞ。乗り合って。部長、応答願います。どうした？敵襲です。アグネスの軍勢が。何かあったのかな。軍部長。ああ、分かっている。おい、今なんつった？ゼオンが軍部長だ。それじゃ、前の軍部長は更迭されたよ。反逆者を出した責任を取らされてな。コロニーランクだって落とされて、食うに困ってこんなとこまで遠征ってわけ。 あんたたちのおかげでね。マジかよ。あんたは戻れ。ここは俺たちが何とかする。そうはいかない。いいから行けって。アグヌスの一個大隊、地形に紛れて進軍してるだろ。なぜそれを。俺を信じられないのはわかる。だからこれは独り言だ。これから俺たちで進軍中のアグヌスを迎え撃つ。コロニーナインを好きにはさせない。ゼオンは戻ってみんなと守りを固めてほしい。真意は何だ。何を思って戦っている。お互い立場は変わった。でもきっと変わってないものもある。抜け抜けと。よくもそんな。待て、作戦変更だ。彼らをコロニーに連れていく。は？なんで？失政官に突き出すか。いや、先兵として戦力に取り込む。共闘するの？でもムンバはノアたちのせいで。敵は一個大隊だ。策を襟好みしている場合じゃない。それに今回の敵襲に彼らが関与している可能性もある。本気で言ってんのかよ。俺の性格は知ってるだろ。てめえ、待ちなって。ここはゼオンに従おう。あ、なんで。合わせろっての。コロニーナインの動きが分かりゃこっちも守りやすくなる。ランツ、あったよ。いい仲間じゃないか。てめえのそのガッチガチな石頭、いつか叩き割ってやる。楽しみにしておくよ。お前たちは先に戻ってカイツに事情を伝えてくれ。彼らには俺が同行する。執務室で落ち合おう。了解。
変わらないものもあると言ったな。もはや言葉に価値はない。お前たちの真意に行動で示してもらう。分かってる、そのつもりだよ。ん